はい、こんにちは、ブルホスです。本日もね、言わせましぇー、バイオハザード4をやっていきましょう。前回はね、ちょっとね、体調が悪い中やってたんですけれども、1日経ってね、どうかっていうとあんま変わってない。だからちょっとね、結構苦しいんで、テンションは爆上げでいきましょう。 Wait hereということで、早速ですけど、これ本当動力どうなってんのよって話だよね。どう進んでんだろうな。もう完全に歯車が噛み合ってるから、多分全然落ちるっていうことは考えられないんだろうけど、まあ不思議なあれだよね。だってスイッチがあるわけでもなく、どうやって進んでんの。この部屋何のためにあるのマジでマジで、この部屋本当に何のためにあるの。サラザール城、本当になんか無駄多いよね。普通に住むための城って感じじゃないもん。だってここでさ、例えばその処刑するとかだったら分かるけど、処刑するためにさ、なんか次に進むためのなんかいろいろ用意したりとかっていうの意味ないと思うし、まあゲームだからな、あんまり突っ込んじゃいけないと思うんで、お城だったら何が好きか。よくあるな、そのドイツにあるのなんとかしたなんとかとっていう、あとまあ有名でたシンデレラ城とか。お城な、日本の城とかもない、いくつかね。あの宮崎じゃないや、大分行った時とか、あと何だったっけ、あ、そうそう、広島城とかね、登ったこととかもあるけど、広島城面白いっすよ。あの景色はそんなね綺麗かっていうと、あの街中にあるお城だから大したことはないんだけど、あの、ね、刀持ってるんですよ。その もちろんその振り回せたりはしないよ。あのガラスケースっていうか、プラスチックのケースの中にあるその刀を持ち上げて、実際の、まあ、重さってどのくらいなのかっていうのを確かめることができるやつなんですけど、結構重かったっすよ。もうでもかれこれ10年前くらいに行って以来なんだけど、まあ重かったっすね。あ、こんなのを当時振り回してたんだって、そりゃあの何だろう、つばずり合いとかしたら歯一瞬で欠けるわなみたいな、そんな重さだった。興味ある方ぜひね、広島城行ってみてください。まあ他のお城とかでも、ね、もしかしたらできるのかもしれないけど、あとやっぱお寺行こうと思ったら、ね、そうだ京都へ行こうね。そんな感じだね。さてと、やっぱりどう進むのかが一切わからないということで、ここから覗いたシュリーちゃんの相変わらずのくびれをごちそうさまです。これ下手に打ってね、Oh, no. ってならないように進んでいきましょう。で今更なんだけど、このチャプターもあの結構長いんですよ。結構長いので、時計塔の前くらいまで進んでいって一旦区切りたいと思います。多分ね、普通にやれば20分から30分くらいかかるようなチャプターだと思うので、まあ、そうはならないようにチラッとパイ進んでいこうかなと思います、うん。今さ、ちなみにさ、この白いパンツ履いてんじゃん、アシュリーがさ。でスカートの時はさ、普通のおパンツ履いてたじゃないですか。だけどこれ今さ、パンティーラインが浮き上がってないということは、履いてんのもしかしたらティーバッグなんじゃない、うん、そういうことばっか話して、いやね、本当にあの僕ね自分語りで申し訳ないですけどさ、あの男兄弟の中で過ごしてきたんですよ。で男ばっかりの生活だと、やっぱりね、あのお母さんもシンプルに男っぽくなっていくんですよ。もうなんかクレヨンしんちゃんみたいなさ、あのチンコプターとかさ、ケツだけでブリ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 とか、全然抵抗がないわけさ。ところが嫁さんはね、あのちゃんとその男の兄弟もいるけど、まあ、女の兄弟もいてっていうね、まあ、そのバランスの取れたやつだから、その下品系全くダメなんだよね。だからさ、おかんとかは普通に、僕のおかんね、僕のおかんとかは普通にそのお風呂上がりとか、あのプラ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 あの裸で歩いてたりとか、そんなしょっちゅう歩いてるわけじゃないけど、うん、裸で普通に歩いてたりとか、あるいはね、その僕らがなんか小さい頃ってトイレしてる時にドア開けて、お母さんとか言ってガチャって開けるっていうのがなんかもうしょっちゅうあったらしいんよ。だからもうあのこんなこと言ったらおかんの名誉もクソもないんだけどさ、
あのトイレのドアを閉めずにしてることとかっていうのも高校生とか大学生になってから普通に あったのよ、うん、そうだからそんな環境の中で過ごしてきてるからさ、その普段ねこういうさもう本当に下の話ができないっていうのは結構辛いんですわ。もう嫁さんとするような会話じゃないのかもしれないけどさ、でさやっぱりあの、ね、今子供一人いるけどその娘でしょ、娘とさじゃあちゃんさチンチンお尻とかって話とかできないじゃん。でそんなことをさ、まあ、仮にさそれが一体何の意味なのかっていうのを知らずにあの娘ちゃんとしててさ、それが嫁さんにバレてみもう二度と会話させてくれなくなっちゃうからさ、本当にだからこういうところでちょっとね、まあ、どこまでその引っかかるのかってあるけど、まあなんかその丸つけたりとかさピーヨン入れたりとか、まあ、もう最近はなんかピーヨンあのちんちんおっぱいくらいだったら入れなくても大丈夫っぽ ぽいんだけど、うん、あれちょっとなんかすっごい今画像がなんかちょっとすっごい遅い、すっごい遅いよ。あれ？なんかすごいなんかふわふわしてない？レオン。あ、戻った。何だったんだ？多分あのパソコンが急に重くなったんだと思います。失礼しました。そうね。いやだから時々その中学生とか高校生くらいとかに戻ってなんか友達とねそういう話とかはね心置きなくしたいなって思ったりするけどね。一回面白いのがさ、そういう話を、ね、露天風呂で友達としてたことがあって、大学の同級生だったかな、高校の同級生だったかな、そういう話をしてて、その、まあ、いわゆる男女と、男女 の, あの 愛の 行為に関する話をね、してたんですけど、そいつ興奮しすぎて、あの、やべえ、風呂から出れねえみたいな状況になったりとかね、いやいや、お前。男同士会話してる中でさ別に実物が前にあったりとかするわけじゃないのに何追っ立ててんのよっていう話だよね。あれ面白かったな。あへえお前そういう形になるんだみたいな。ごめんなさいね、あのこういう話が苦手な方本当に申し訳ない、あの時々はいい許してねえ。いやだから結局 あのね女性って年齢とともに見た目も中身も美しくなっていく生き物だと僕は思ってるんですよね。だから年齢を重ねれば重ねるほどその、ね、女性としての魅力っていうのもより増していくと思うし、やっぱり中身もそれだけ洗練されていくと思うんですよ。ところが男ってもうね残念ながら中2から変わんないのよ思考が、うん、それはその知識とか知恵とかっていう意味じゃある程度経験積むから賢くなっていくかもしれないけど、そのメンタル的な部分で言ったらもう中2で止まんのよ男って。でいつまでたってもエロい話したいしバカな話したいし女のことを女性のことをそういう目でずっと見てるしっていうね。これねせっかく用意いただいたんですけどもう先に仕掛けを外しちゃってるんでね、で、もう動かないんですけど、どっから現れたのよお前っていう話だよね。はい、お疲れ様でした。動いてないもんね。はい、じゃあ行きましょう。そうそんな感じです。ああ、よく焦るね、うん、そうねえ。だから時々やっぱ童心に戻ってさ、なんかいろいろやりたいなって思うこととかたりするけどね、まあ立場上なかなかそれが難しくなってくるっていうのがあるから、やっぱりそうなった時に何歳になっても気心知れた会話ができるっていうやつを、まあ、友達に据えておくっていうことは、まあ、非常に大事なんですね。まあ、最近あんまり話さなくなったけど、ライフシフトっていうね、もう2016年もう結構前か6年くらい前 あの作品、本なんだけど、なんとかリンだったかな、リンダなんとかだったかな、そんな人が書いた本なんですけど、まあ、もうまあこれからその医療の発達とかねっていうのもしていく中で、人類のその平均寿命というのは100歳を超えますと、100歳を超える中で何が重要かっていうと大きく2つです。お金と人間関係と、で特に前半はお金が大事だから、それをいくつでもあのどんなスタイルだったとしても稼げるようにするためのスキルっていうのを身につけましょうみたいな、そういう話なんですよ。で一方で人生の後半になってくると、ある程度その、まあ、人生が終わるに向けてお金ってこのくらいあったら大丈夫だよねっていう算段がついてくるようになるんで、じゃあ
今後そのメンタル的にも豊かに過ごすためにどうしたらいいかって言ったら、ここは人間関係だっていう、そういう話になってくるんですよ。でそうなった時にそのやっぱ友達の数が多いとか少ないとかっても大事なんですけど、やっぱりその記憶を知れた親友が、まあ、何人いるかっていう、そういう話になってきますね。さあ買うことができるか、ちょっと運命の売却タイム、セレクタイム、あと7万、いけるか、あと4万、あと6万、あこれいけたよし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 、きたー、ごちそうさまです。ということでこっからクリアするまではシカゴタイプライターでいこうか。ストリンジいいね、シカゴタイプライターということで早速切り替えていきましょう。うん、そうか、でもこれあれだね、ベルデューゴをこいつで倒さなきゃいけないっていうのが、うん、まあでも多分一方的にボコボコ打ってたら勝てるんだろうけどね。あーよかった、無事買うことができました。ということでね、チャキッテテ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 、もうここから命中率もクソもねえよ。だってロケットランチャーの時点でさ命中率ゼロだったわけだからね、ここからね命中率上げていくって。でもさ命中率ゼロなのにさ、なんかさこれまでのチャプターの平均でさ、なんか何だったっけ、80何パーとか出てた、あれどういうことなんだろうね、もうよくわかんないけど。でもさマシンガンレベルのさ、あの弾数のさ、そのボコ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 打ってる中でさ、威力が一発銃ってさ、もう狂気でしかないよね本当に。マシンピストルがさ 1.2 とかだったっけ、うん、一発あってそれの8倍か、うん、8倍の威力がさ毎回毎回飛んでくるわけでしょ。怖っ。このドアは破壊できるわけ、あーそっか、そりゃそうだ、画面が切り替わるドアだもんね、そりゃ無理だ。よし、じゃあもうちょっと進んでいったら、あーすごい気持ちいい、うれ、すげえ気持ちいいわ。白、やっぱあれか、ロケランで打って焦がしとかなきゃいけなかったかな。ということで、もう間もなくねアシュリーちゃんとおさらばタイムなので、皆さんあのおっぱいの見納めをね今のうちにしといてあげてください。うん、うり、ウキ、じゃあ飛び越えて、そうだね、前回ここ来た時さ、あれだよ、レッドハウ取ることできなかったんだよね。でここ登っていって、ここね登れる場所があるっていうのを知るのっても結構遊んでからだったんだよね。初回プレイとかやってた時まっすぐしか進むことができないと思ってたからね、意外とここね、あのまだ知らない、何回も遊んでるけど知らないっていう人いたりするんじゃないですかね俺だけかな。はい、ということでアシュリーは一旦無視して進んでいきます。これあれかな、まあもうやんないけどさ、戻ってきてさ普通にあっちのはしごの方に行ったらアシュリーそっちで合流してくれるようになるのかな。はい、お願いします。はい、お疲れ様でした。あばい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 、止まらない弾薬の嵐、あやばいよやばいよやばいよ、あばーうえーだね、まあ、もったいないのは分かりつつも、もうめんどくさいんでね、もうお金稼ぐ理由もないからね、さっさとぶちのめし、いたこれ。でもなんでさ、こうなんかこいつさ地上を歩いてるときさ普通にさ、なんか何発も弾丸ぶち込んで やらないといけないけどさ、飛んでるときはさどんな弾当たってもハンドガン一発でも死ぬんだよね。やっぱその高低差で上ってなるって感じなのかな、よくわかんないけど。はい、ということでね、ここの扉をくぐったところで一旦このパートはね終了とさせていただきたいと思います。あの時計塔とガラドールちゃん2体ね、あの盲目の戦士ガラドール盲目の戦士、まあもう盲目なのよ、まあ、何でもいいや、ということなんでね。はい、ということで一旦ねここで区切らせていただきたいと思います。ということで、チャンネル登録ボタンとそれからグッドボタンもねよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回パートお会いいたしましょう。バイバイ。